今回は浜田雅俊さんと小川夏美さんの相性を鑑定しています相性診断の画面から浜田さんを呼び出します次に小川さんを呼び出します2人の診断を実行をタップしますまず 二人はお互いの空房を持ち合っている五感空房です。五感空房は友倒れの最悪の関係と言われ、相性としてはかなり悪い暗示になります。しかし、この二人は同時に長高用心もお互いに持ち合っています。これは相思相愛で、 お互いに運気を上げる最高の相性です。また持ち合っているそれぞれの空房「身と「根、ね、の増感にはお互い持ち合っている長高用人の「土の絵」と「水のとがあるのでこの空房は消えることになります。つまり この2人に関しては五感空母の影響は皆無だと考えてよいです。十二雲は同じ平王・病を持っているので価値観が一致しやすいです。十二雲・平は単なる記号ですので字面の意味とは一切関係ないです。日首の対比は 浜田さんの日誌から小川さんの日誌を見ると変異となり相手に対して居心地の良さを感じます小川さんの日誌から浜田さんの日誌を見ると職人となり相手が何をしても可愛く感じ自然でいることができます小川さんの名の吉凶星には用心がありますので パートナーに対しては少々厳しい態度であるかもしれません。まとめると、二人は五感空母となっている。二人は長光用心を持ち合っている。それぞれの空母は増感にある長光用心で消滅。密ュの対比も良好な関係を示している。 小川さんは用心を持っているので、浜田さんに対して少々厳しいかもしれません。今回はここまでです。